短い時間ですけど一緒に楽しんでいきましょう。イエーイ、ピースフル出場おめでとう。Love.
がうるま市から来ましたサンライズマジックといいます。今日はこのバージョージが5周年記念ということで僕らサンライズもお呼ばれしまして、今日は、お祝いに盛大に祝っていこうと思って皆さん一緒にお祝いします。よろしく。次やる曲はですね、次からもサンライズマジックのオリジナルソングを、やろうかなと思ったんですけども、皆さんも、読んだ方がいたらすごく嬉しいんですけどもね、少女漫画の、君に届けという、少女漫画があるんですけども、なかなかね、少女がなかなか、おい、そんなこと言うんじゃねえよ、少女いないけどとか言うんだから、女の人はいつまでも少女の心を持っているんだよっていうのをね、あの、それで、君に届けという少女漫画、僕も読んだんですけど、すごく本当に、なんか、学生時代のこの、なんですか、キュンキュンした気持ちを、思い出させてくれる、そういういい漫画だったんですけれども、その漫画を見てですね、僕も君に届けのテーマソングをちょっと作りたいと思って書いた曲があるんですけど、それを今から演奏したいと思います。それじゃあ、聴いてください。春風弾けた好みはゆっくり
2回目ここに来
てですね、今日前回来た時はここのあのソファー席でゆっくり飲ませていただいたんですけども、今日はちょっとあのいろんなところというか、あのテラスっていうの、今吹いったテラス、庭じゃないね、ガーデンの方にね、あの出て、あの夕方 の, あのちょうど夕暮れの時間帯にあの外に出てたんですけども、本当にすごいいいところだなと思って、次の曲ガーデン違うよ。お店のオーナーだとして、俺店やってるけどさ、ちょっと遊びに来ないですか、こんなとこ連れてこれ絶対降りるよな。まあね、ここ俺スケベ、電子スケベ。それが言いたかった。今日本当にいいところでお店を構えてるんです。すごいかっこいいよね。わざわざステージに立ってこれが言いたかった。今日これが言いたかった。じゃあ、今日ね、そういうめでたい日に僕らサンライズマジックもちょっと大人なこの常時にあったこのアダルティでオシャンティの曲をちょっと今から演奏したいと思います。